はい、えー、2023年ええ合格目標の、えー、安西先生の苦手克服ゼミのガイダンスでございます、えー、ちょっと小池百合子みたいなことやってますけどねあのこのえプラカードをちょっと最初に見せろという話だったんであ、えー、げてます <laughs>、はいあのー、このゼミ、えーまあ、今、ウェブで見てらっしゃる方もね宮口クラス入門講座、えー、と受講生限定ってあるんですけど、あのー、あこっちか。あのー 過去に宮口クラス入門を取ってた方も受けられますとで、あと通学じゃない遠方で見られてる方もいらっしゃると思うんで、えー、通信というのはないんですけどあの、欠席ウェブフォローがありますから、あの自宅であの受験、通信的な利用ができるっていうことなんで、あのそれでご検討くださいっていうことなんです。はいえー、こんんんなななな感感じじじでででやってまま緑緑緑すすよあ緑ってバレますねね全部緑じゃないのがそ よいしょはい、それで、えー、とじゃ現場の皆さんありがとうございます、純生のクラスの方にもいて,らいてくださってありがとうございます、えー、と今日使うレジュメはこちらですねあの、チラシの表紙と裏面で挟まれた中身こう、ちょっと厚めのレジュメになります、でこのレジュメ、何を示しているかというと、左上とか見ていただくと、第1回とか書いてますよね。 でちょっと進むと第2回とかって出てますけどこれは、えー、と一番最後のこの本ゼミの、まあ、カリキュラム第1回から第12回までありますけど、まあ、それの去年のテキストの抜粋です、はい、だから第1回って書いてあるとこはこの特許法論文基本問題でどんなことをやったのかっついう話ですね、はい、でえっ、ー、と まあこの辺は読んでもらえれば分かるのかなというのはあるんですが、えーっとね、そうですね私もですね、えーまあ、始まる前も少し話してたんだけど、あのーまあ、チューターをやってるわけですけどチューターという制度は56年前できたんですが、えー、っともう入門生を見てからその前から見て十10年ぐらいも見てるんですけど大体どこで引っかかってどこで、えー、勉強が行き詰まって。えーっ っていうのが分かるし、まあ、自分が受験生時代にどこで詰まったかっていうのも覚えてるし周りがどうだったかっていうのも分かるしで試験員はそういうところを狙ってくるっていうのが分かってるしで今年の令和何年度の論文試験を見てみるとですねちょうどこのカリキュラムでやったところがもう思いっきり出てるとで特に最近イヤヨとかマドプロね今回ジュネーブも出ましたけど思いっきり出てますんでね えー、そういう意味ではこのゼミはいいなと思ってだから入門生はもうと特にそうなんですけど最初言ったように中上級生も本当にここ分かってますっていうところですね分かってないとそあの進まないですよっていうことを言って、えー、もう具体的にどういうのやっていくんですかっていう話からした方がいいと思うんでね、はいえー、とこの地、えー、レジュメをですね1ページ目開いてくださいなんだこれは第1回と。 1> で第1回って書いてあるんでちょっと赤にしますけどあさっき言った通りえっ、ー、りこれはカリキュラムでいう第1回、まあ、今年は9月の17日にやることになりますけどねでここに書いてある問題ちょっと見てみると皆さん見覚えあると思うんですよどっかで見たことあるぞと、はい、それはそうですよねここに書いてますもん論基礎講義編第1回第7問って書いてますもんねだ皆さん論基礎通学生だったら木曜日 えー、夜、ねあのー、遠い新宿までわざわざ来て <laughs> やった方もいらっしゃると思いますけどあの時の問題ですよねで通れんじゃないんで皆さんは多分書いてないんですよで先生の解説聞いて「ほうほうなるほど」って思って過ぎ去っていった問題だと思うんですで復習をした方は自分でされてると思うんですがおそらくほとんどの人はしてないんでしょうねと思うんですね、はい、でその時に えとこの第1回の話はどこまで続くかというと、右の,このなんか手書きの答,、まあ、答案構成らしきものとです、ね、次のページ、えー、なんか新規制で拒絶される場合とかいうとこから書いてある話、でその右側にはなんか答案らしきものがあるとで、ここまでは第1回のレジュメの抜粋で。これ何かとというと えっと私「エルゼミスペシャル」とかいろいろ講座持ってますけど論文の講座の時は私必ずお皆さんと同じように手書きで答案構成を作って配布してるんですよでこの講義編第1回7回を私が答案構成したらこうなるっていうふうなものですねでその答案構成をする前に背景知識として持ってなきゃいけないのはっていうのはこれ「復習の手引き」っていう名前で渡してるんですけどえと例えばこの「 時系列3点セットだったらこの1ページに集約されるんですよ。あの入門生にたまにビビられるんですけどあのこういうまとめを見たことがないと思うんですよね。はっきりこれだけなんですよ。これだけっつってかあの背景にあることはこれ。あと時系列は考えて、えーとまあ、数学物理みたいなもんなんで暗記で解けるもんじゃないからただ背景にあるのはこれしかないです。法則としては。物理法則みたいなもんで,でそれを実際 答ににするると右のページになるわけででこれ見てえ何これこんな短いっていうふうに思ったかもしれないですよであのちょっともって皆さんお手元にないんですけどこれ論基礎の1回目で多分渡された版書なんですねで今の問題の、まあ、模範答案みたいなものが、まあ、ちょっとここを見ていただくしかないんですが渡されてるんですよ皆さんご自宅行けば出てきますこれ。 でカッコ1ででッしょこれ3点セットの話が出てるじゃないですかで次のページ行いくとカッコ2になってまた3点セットの話になってるんです、はい。で何が言いたいかというと別に私この答案をいいとか悪いとか別に評価するわけはなくてで,ではなくてあのちょっと一つ言っときたいのはですねあの、まあ、論基礎っていうのは皆さん論文の勉強を初めてして。 でどういうふうに問題を書いていくのかっていうのを、まあ、初めて知る機会なわけですよね。で、えー、例えばどう書けばいいのかとか、えーえー、と1ページ2ページ3ページ書くのにどのくらいの時間がかかるのかとかいろいろ経験していくんですけどとりあえずまあこんな感じでっていうので渡されてる、まあ、模範答案なんですよ。で宮城先生の例えば、えー、と理想と現実、えー、と論文過去問ね あれやってた方は分かると思うんですがここまで書いてないでしょ29条とか肉のりとか39条もあの書いてないんですよでなぜかというと本試験であのここまで細かく書いてらんないんですよ時間的にもで先ほどのここのえっとあここじゃないや一番最初のページかこの第1回第7問「括弧コ1括弧2」ってありますよねこれ論基礎だから括弧一1弧二2になってますけど 本試験だったらこれで説問1だったりもっと言うと1の半分ぐらいしか聞いてなかったりするんですよそうするとねこの1と2だけで何ページって書いてたら当然後ろにね（ 4ぐらいまで控えてるわけですよどうするんですかって話になりますよね時間はどうするのスペースどうなのってなりますよねなので そういういところを見据えて本番だったらどう書きますかっていうのを一度皆さんこの論記はやったんだけどもう一回やりませんかって話なんです第1回もう一度言いますよ別に私はこのとは悪いって言ってるんじゃなくてこれはもう最初に勉強する人のために渡されてるもんなんでこれはこれで参考にしてもらっていいんだけども肝は当然入ってるんだけども実際本誌はそうやってると終わんないよって話です。 でえー、っと実際に、ね、このページ見てもらうと私だったら29条だったら1行もかかってないですよね0.5秒ぐらいで終わってるんですよ。で肉の煮も2.2秒ぐらいですかね39条はこれ、まあ、拒絶されるパターンですけど2行かかってないんですよこれで過去一終わりなんですよで。もっと言うとこれでもまだ長いぐらいって思ってます。これででもまだあの甘くしてる感じですね私は でえーとまあ、これから皆さん勉強して論文を勉強していけば分かりますけどどんなにできる人もあの時間が足りなない試験なんですよだからできるだけ書く、えー、量を減らすで皆さん多分自分で勉強してみてあの全然終わんないとか4ページで終わんないとかって出てくるんだけど無駄が多すすぎるんですよただオミットすればいいわけじゃなくてちゃんと配点は取ってはいけないわけで。 じゃあどこをちゃんと押さえてでも短く書けるかその勘どころをきちんと急所をつかんでいかなきゃいけないわけですよね。でそれを、まあ、この第1回だけでもね特許法だけでもあの論基礎抜粋してきますからやってみませんかって話です。はい、で何だろうな例えばちょっとこれ見てみるここちょっとだけね、はい、まとめてみましょうか。この、えーと ページ数がぐちゃぐちゃになってますけどこの上の方に新規性で拒絶される場合って書いてますよねはいこれ皆さんが知っておかなきゃいけないのはこれだけなんですよ出願前って書いてますよね条文に特許出願前って書いてるんですよでなんかわかんないけど出願時とかね出願の際とかって書く人いるんですよ条文に前って書いてたのになんで際とか時って書くんですかねって私は思うんですよ 裁判所はそう書かないと思いますよ判決文に。サ、ね、イとかジって書くってことは、まあ,、ね、あの79条にはサイドが書いてますけどね。29条とかそこにサイマえて書いてるんですよ。サイって書くってことは、それはあの皆さん自分で条文を作り出してるんで捏造してるんですよ、ね、<laughs> と私は思うんですけどね。もう罰にするか罰にしないかは分かんないけどあの条文に前えて書いたんだから前でいいんじゃないですかと私は思います、ね。 でえー、と2つパターンあるんです。えー、と出願にかかる発明、えー、とこれは言い換えると,、えー、とクレームに書いてある発明に着目します。明細書に書いてある方はどうでもいいんです。クレームに書いてある発明は特許になるかどうかだから拒絶されるかどうかだからがすでに告知になってるかどうかっていうのが1つ目のパターン2つ目はその海外値が告知になってること。二の子を知らない入門者結構多いですね。例えば、えー、とクレームに大福って書いてる時に。 いちご大福が出願前に高知だったら大福は新規制違反ですよね。海外もうすすでに出てますからどういうふうにするかっていうと高知、えー、事実はもう変えようがないんで、えー、と自分が数値より下がるしかないんですよクレームを補正していちご大福より下にするとか、えー、とみかん大福にするいちご大福と同じとこまで下がるってことをするわけですよね。はい、で新規制はそれでいいでしょうと。 です次にで実務で進歩性なんていうと本が冊分厚い本が一冊っていうかなもう何,十何百冊出るかもしれないけどとてつもない難しい話なんですが論文試験あ便利試験の進歩性は大して難しくないですあの全部問題文に進歩性ありかないか判断できる材料出てますからで29条2項もですねやっぱりねここ前なんですよ出願前だから辞じゃないです で出願前にさっき上と同じ出願にかかる発明、えー、いわゆるクレームに書いてある発明のこと、ね、と同一でない,でないだ同一だったら新規制犯だから同一でない発明が構チになってること例えば自分のクレームが「い」って書いてて構チになってるものが「ろ」とかいう場合ですね「い」と「い」だったらそれ新規制犯だけど「い」と「ろ」で違うから一応新規制はあるから進歩性に進むって話になるわけ。 でその、こっちのクレームの発明に対してね、当業者が当該高知発明に基づいて、いわゆる今言ったクレームに書いてある発明に容易相当できるんだったら、29条2項、信法制違反だということになるわけですよ、はい。ちなみにね、29条2項ってね、図っていう送りがないんですよね、条文、見てみれば分かりますけど、ちなみに、意証法の3条2項はね、図があるんですよ。はい、はいい <laughs> だから実務やってる方拒絶流通知で進歩性のところをワードにコピペするとあの送りがな間違ってますよみたいな線引かれるでしょワードが認識して、まあ、どうでもいいですけどはい <laughs>、はい、でここで書いてますけど、えー、と新規性があっても進歩性で拒絶される可能性があるまあそれはそうですよねだから29条2項の検討は常に頭に置いておくべきだとなおここですね出願前に高知発明がな全くない場合は 1> 1項の検討前で十分だと基づくべき工知発明がないんだから29条2項は検討するまでもないあの書いてもいいんですけど書いてもいいんですけどあの29条まで触れるのはちょっと遠いってイメージなんですよ。でそれはね例えばあのまたちょっと皆さん手元にないかもしれないけどあのこの「模範とはもうそうなんですよ不思議に思いませんでした 括弧一で二十九条についてつって、一項二項分けてないんですよ。で、見てみると、なんか新規性の話ではしてないですよね。進歩性の話してないですよね。だけど、括弧二になると。なぜか一項と二項分けてるんですよ。なんで分けてるのって話ですよ。括弧二は分けてるのに、なんで括弧一分けてないの?。で、疑問思わなかった。まあ、多分、初回だったら、思ってないと思うんだけど。裏には、こういうじ、あの、慣例があるからです。 でこういう関連も多分最初知らないですよ皆さん慣れていかないとでこういう話もしていきたいでこ,うこのここに書いてあることっていうのはもうエルズミスペシャルでもあの講述試験でももう,あの中上もう受かる人に対してもこれをもう同じもの渡してるんで私の授業を受け続ける限り何回もこれ見ると思いますが、まあ、そのぐらいもうまとまったお話なんです 肉の2と39条も肉、まあの2は5要件、まあ、先生によって4要件って言ったりもしますけどね、はい、あと39条っていうのもお厳密に分けると3つの要件になるんですが三、まあ、についてはあ一応注意書きを入れてますけどねあの、まあ、ちょっとここまでは話はするつもりはありませんが、まあ、こういったものは本編で話したいと思います。ここれがあのこのパンフレットの一番最初にも書いてる通り 例えば、過去問を解いていくときにあれ、なんでこれこうなってんだろうとかあれ39条、なんでこれ肯定してんのとかなんで否定してんのっていうふうに引っかかるんですけどその答えは今言ったようなところに全部出てるんですこ,ここに全部出てます1個と2個、なんで分けんのとか39条、あれなんでこれもうい断定してるけど肯定定断して,断定してるけどなんでだって丸さん分かんねえじゃんみたいな問題よくあるんですよ。で、うん、でもこそれはここううういいうとですっていう話 でそれをねあの家で勉強してて分かんねえっつってあ先生に聞きに行こうっつっても先生が聞きに行くのは次の、ね、週の授業終わった後とかになるわけでしょあ持ってくるの忘れたみたいになるわけじゃないでしょでな,なかなかじ勉強進まないとかなるんだったらもう前もってこれ解決していた方がいいんじゃないですかって話ですね。であのこの全12回通してててななんですけどあの後になってあの山頃っ山 皆さん受けたかもしれませんけどあのテキストもそうだと思うんですがあの今そのよ。で、後々やっぱり辞書代わりに振り返ったときにあここにあったっていうふうなものにしてますからむしろこの全12回ねはいあの別に私もこの日この時に全部理解しろとは求めませんあのただ必ずいずれ、まあ、だから苦手克服っつってるんですけど必ず必要になってくるとこなんで えー、それをもう渡しておきたいってことなんですよ。はい,っていうのが第1回のお話でした、はい、で第2回っていうところに行ってみますか、はい、で第2回はですね、えーまあ、後ろ見ると,、えー、と担当肉の 2&39 条ってことであの実は去年はですね、えー、とお盆講座でやってたんですよ。はい 今年はえっと日程が取れなくてできなかったんでここに組み込みました。はい、で、えーっと、例えば令和2年の特率4とかね、あの過去問を使ってやっていきます、過去問を使って。で、えー、実際の本,本試験です、これ。で、右側に手書きで、なんか時系列書いてるでしょ、これがあの解き方っていうか、回答です。 あの私の頭の頭中ここういういうになってますってことですで時系列を書いて結論丸伐書いてなんでっていういわゆるあの入門講座で私いつも言ってるように丸伐だけじゃないぞと根拠条文罰だったらどこがどうだから罰なんだとかそういうことも書いて正解だよって言ってますよねそれと同じことやってるんですよ。で見てもらうと分かる通りニックノリと39条ってあのすごい大事なんですよ。であの 単発の問題で解くのはあの当然それは大事なんですけど「歯のとこに「U って書いてるでしょこれ「まあ、歯を見てもらうと分かるんですけど41条なこれ国有なんですよで国有の問題っていうのも、えっと、これ「肉の2」が分かってないと41条3項の話が議論できません でもっと言えばイヤヨの13とかイヤヨの15を理解するためには肉の意が分かってないと解けませんで肉の意が分かってないと一生ほの3条の2も分かんないです一生ほの3条の2って格上げけに秘密だなんだっていろいろ出てくるでしょもう芋づる式に分かんなくなってくるでしょで全ての基本のべ、ね、ての基本はこの肉の意と39条なんですよだから去年の去年の,去年のこれ去年のテキストなんですけど お盆講座の名前はすごい名前長い名前やったんですよどれぐらい大事なのか分かってほしい道場っていうのをやったんですよねで今年はお盆でできなかったんで、えっと、こちらのゼミの第2回に組み込んだということですはいだから肉のに39条だけが分かんないくなるわけじゃなくてもう優先権とか位置情報とかいろんなところに影響が出てくるんで今のうちやっとこうぜって話です、はい、さあ 第3回から第6回っていうのがありますよね、はい、で中,上級生の方中上級生の方、もしあの、えっと、ウェブとかで収録見てらっしゃるかもしれません、えっと、中上級の特典講座とかでこういうなんかここの、この説明、このページ見たことある人いると思うんです、そうです特典講座でよくやってますから、私。あ,のあれです、ね あのどんぐらい複雑なのかはご経験されていると思いますねで。これ何かというと、まあ、皆さん何,何かとというとですね衣装法の類比判断の仕方ですね。まあ、これは時系列3点セット、侵害系もありますけどここに載せているのは時系列3点セットですしかも、部分対部分というパターンもちろん全体衣装、部分衣装部品の衣装とかねもとば組い物とかいろいろありますけど、えー、抜粋したのは部分対部分だ。 しかも部分対部分5のなんか枝番ついてるぞって右側見たら5の2あこっちも部分対部分だっんですよ何が違うんですかってちゃんとやってみると全然違う話なんですこれ分かってますって話いやいや先生分かってるよそんなのだってささ我々にはこれがあるんだぜって言うでしょ言うんでしょ皆さんこれ渡されたもんね入門講座でねこれ全部の線まとめてくれてますもんだから部分対部分でしょ4番でしょこれでしょはい拒絶される場合ってどうですか 思い出してください。はい、候補発行後に、ええー、抗が,んが出た場合は、三乗一個三個なんだって。で、候補発行前、前に出たら、三乗二か、あ九乗一個なんだって。まあ、安堵か。はい。みんなに聞きますけど、なんでですか。なんでこうなんの。<laughs> 導き出せます。これ覚えても、何の意味もないから。これ導きなきゃダメだから。 っっててななるとこういうふうになっていいふにくんですでこれはあの私がね、えー、と私2012年に受かったんですけど2011向けの入門生なんです私で一発で受かってたら2011年に受かってるんですよで私2回2発で受かってるんです1年目は担当通ったんですけど論文で落ちてるんです で論文落ちた理由って意思法なんですよ。で何で何が失敗したかっていうと類比判断は分かあやふやなとこがあってちょっとこう不安なとこがあってああいうのが出たら嫌だなって思ってたんですよね。で試験っていうのはそういう不安がだん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 こう大きくなっていくるんですよ試験日に近づくと。で 類比判断が出たわけじゃないんだけど、その不安がですね。普通解けるような問題にまで影響したのか。普段間違えないようなミスをして間違えたんですよ。で、二年目に類比判断全パターンを自分でまとめようってなったんですよ。で、それがこれの原型なんですよね。で、それを当然、あの、皆さんに伝えるため、えー。そして、あ、こういうパターンもある、ああいうパターンもあるって、一般化していって。で。 数年前に審査基準の改定もありましたからねその改定にも合わせて、えー、今あのアップデート最新版になってますけど、まあ、それをもう毎年渡しているというとこですねあの何でしょう一番評価を頂い,いてます <laughs> あの中上級生にもこれがあると全部解けるで審査基準はですねあのこれこのレジュメ抜粋ですけどあのその1から全部やってもらうと法則があるんですよ 法則で、えっと、法則はねちょっと待って、ね、今そこにあるんで法則はこの3つなんですよまあ第1法則第2法則第3法則なんて私言ってますけど結局この3つの、まあ、単独または組み合わせで全部解けるんです異称法の類比判断とてつもなくシステマチックにできててその法則を 理解すするるとと結論を覚えなくていいんですよ自然と出るんです。で私なんかもうあの毎,毎年あの教えてるからもうあの覚えちゃってますけどね結果的にねあの皆さん全パターンを覚える暗記するなんて無理なんで、えー、まあ覚えたところで絶対不安で当実際使えませんから本書はちゃんと裏付けを持ってやんなきゃいけないということですねはい まあ微分みたいなもんですよね。x 二乗微分したら 2x なんですけど、なぜ 2x になるのかってちゃんと説明できますかみたいな話ですよね。<laughs> そんな風に私はよく言ってますけどね。はい。部分対部分ちょっとやってみる。はい。じゃあ私ね部分対部分はねオレンジ色にしてるんですよ。これどういう話かっていうとね、えっ、ー、と甲さんが尖顎で乙さんが高顎で、えー、どっちも自転車のハンドル部分を実践にして出してるっていう場合だと思ってください。 で大きく分けて時系列は3つあるんですよで一番上のパターンって何かっていうと黄さんとおっさんがいますよねで部分遺装をどっちも出すんですよただおっさんの出願が高さんの出願と候補発行の間に挟まれてるんですで遺書法ですから黄さんのほうが候補発行されてるってことは当然こっちは登録されたってことですよねはいこういう時系列真ん中のパターンっていうのはちょっとずれて さんの広報が出た後におっさんがこうがんで出願してるってパターンですまさにこれでしょうねっ俺持ってるから答えられよって言うんでしょ皆さんねっこ,こうでしょうっなんでって話なんですよでちゃんとやっていこうぜって審査基準に沿ってで審査基準は皆さん読んでも分かんないから見なくていいですあれは実務者向けにやってるんでで実務者が読んでもあれ分かりにくいです 別に受験生向けに審査基準で作ってませんから、はい、でもうこれ見てもらった方がいいということですでちょっとやってみようか絵を描くとこういうふうになるんですうさんが出願をしましたよとでハンドル部分が実践ねでおっさんも出したとでその後こうさんの方がは広報発行されましたとしますよね3条から見ましょうかあこの場合どういうことかというとおっさんはこれは拒絶されますかっていう話です 3条かか。ましょうか3条はおさんのの前に衣装ないですよね。だからセーフですよね当たり前ですよね3条の2はっていうとまず3条の2は肉眼と違って洗顔の一部でなきゃいけないっていうのは一つの要件ですよねこの場合どうなのでかい小さいの比較ってえ同じって思わないですか審査基準上ねこれねこっちを大きくてこっちを小さいっていうふうに決めたんですよ。 ななんんでででじゃないですす決めたんですってことは3条の2のこの一部の要件を満たすっていうふうに考えるんですこれはなぜじゃないですかそう決めたんですいろんな議論はあったと思いますけどそう決めたんですはいそしてあとはその衣装が同一または類似だったら拒絶されるんだよね衣装3条の2はね衣装三条の二はだけど私今、まあ、一応「イトロ」っていう衣装の名前付けてますけどイトロの類似は私ここで何も言ってません っていうことは分かんないじゃん。分かかないから分かんない。らそれで終わりじゃなくてその場合どうするのかっていうと3条の2って確か陽キー・で判断するって聞いたことない陽キー・陽要キー・陽気系ってなんだよ陽キー・って、はい、もうちょっと具体的に言うと丸一丸二だ衣装登録を受けようとする部分の用と機能これが陽キーそしてその部分の形状とこれがケだ陽キー・ケの掛け算をして衣装に戻ってこいって話なんですよそうするとどういうことだ 意匠登録を受けようとする部分って、今実践、このハンドル部分だよね。しかも審査権になんで書いてあるか。丸一丸一とも、洗顔衣装における当該部分に相当する部分の体質って、わけわかんないこと言ってたんですよ。これ何を言ってるかというと。おっさんの意匠登録を受けようとする部分で、ここだよね。これと、洗顔衣装における、その部分に相当する部分。って言うんだから、ハンドルと相当する部分、ハンドル、ここで見ろっつって言うんですよ。ここでよきけやれっつうんですよ。 とすると、はい、ハンドルの用途機能って同一でしょ向き変えるっていうで形状とは今私これ何も与えてないんで一応不明なんですよそうすると用途機と毛を掛け算した時にもし形状とが同一だったら同一×同一で衣装同一になるでしょということは全体の一部の衣装が同一なんだから拒絶されるよね もしこれ類似だったら同一かける類似だから遺書は類似だ従って全体の一部の遺書が類似なんだからやっぱり拒絶だよね三女の2は比類似だったら同一かける比類似だから遺書比類似だよね全体の一部の遺書が比類似なんだから三条の2の適用はないですよね9条はどうみんのか9条はどうみんのか いや9条なんです、まあ、私持ってますからこれこれ見りゃ一発じゃないですかなんでって聞いてるんですよ9条は9条の条文見たら分かると思います同一または類似の場合は拒絶されるんですよ意と路同一または類似だったら拒絶されるんですよだけど今私この問題は何も与えてないじゃあ分かんねえで終わりなのかっていうとそうじゃないですあの有名な武与危機伊田派に降りるんですよ っってなんだっけこここですこれ審査基準の文言ドンピシャで書いてください。あの一音一個間違っちゃだめですっていうぐらいです。衣装に書かかる物品の比較これとこれ衣装に書かかる物品皆さん入門だからちゃんと言っとくけど破線も含めて物品ですよしたがって自転車ですよハンドルじゃないですよ同一です自転車。容器系これは 移照登録を受け取る部部分分の話なんでハンドル部分だ登録を受け取る部分の用途機能はハンドルとハンドルだでいいのかっていうとここですはいやっぱりこの予期けいだはも洗顔工・抗がんごめんなさい、えっと、間違っちゃったえっとえっと用途機能ですねで今ハンドルとハンドルでいいのかっていう議論をしたいんですけど、はい、ちょっと青ペンがある方は青ペンで9条の 予期系イダハの場合っていうのは洗顔、後がのそれぞれが意証登録を受けようとす,るとする部分で対比するんで実践同士の戦いになるんですよ。ただ実践同士の戦いっていうのはこうなりますよね。ハハンンドドルとハンドルで,すで、よき毛、イダハを見ていくと用途機能はハンドル、ハンドルが同一だよねで。形状とイダハは私今何も与えてないんで不明です。 でもしこれ全部同一だったら武聞いた派全部同一なんで衣装同一だから両衣装は同一になって拒絶なんだで,でどれか一つひるいと伊田派の場合はありふれた範囲かどうかってちょっと言葉違うんですが一個でもひるいが入ったら衣装ひるいになって救助政府フなんです。その間が類でですわかりましたで 右のパターンと何が違うかっていう話をしたいんですけど3乗と3あ右はね、えー、と時系列は同じなんですけど実践部分が違うんです黄さんはハンドルでおっさんはタイヤなんですよ左はハンドルハンドルだったでしょ右はハンドルとタイヤなんですよで結論から言うと3条と3条の2っていうのは、えー、と同じか考え方で構いませんでも9条が違うんですよ はさっき青で青直き塗ったよね9条って確か予期金出羽はさ実戦同士で戦うってたじゃん衣装にかかる物品は自転車自転車愛同一だからこれはさっきと同じだよでももう次で終わりなんだ衣装登録を受けする部分の用途機能実戦同士だよねハンドルとタイヤだよねハンドルとタイヤだよね全然違うよね昼時だよね終わりなんですよここで。 したがって、ここで、九条は適用なしなんです。あれ、部分対部分、部分対部分、同じなのに、俺にはこれがあるぜってみんな言うんでしょう。九条一項で拒絶って言ってるけど、え、九条一項で拒絶本当にされるんですか。この表だけで、その判断できます。結論としては、これでいいんだ。この、この条文はその、剣山的に使っあ、条文じゃないこの表は剣山的に使ってもらって構わないんだけど。ちゃんと、これ。 え導けますかって話なんですよで先生ももう全部あの裏のこういう話は全部あのあの頭に入ってらっしゃいますからねだからもうその場で瞬時に考えてえっとこれは313これは901個でバーッて出てくるんですよだからこの表バーッて作れるんですよこの表。でも皆さんは何もない状況なんでまずここからじゃないですかって話なんです。っていうのがその5の1と5の2しか見せてませんけど。 えとこれはその1かその9までありますはい、はい、ちょっと疲れました <laughs> 去年までの,あのガイダンスの動画を見た方はちょっと私去年となんかテンション違いますねエルゼインもあのすごく真面目に <laughs> やってますやって、まあ、別に今真面目にやってないわけじゃないですけど はい、じゃあ次のページいきましょう第7回ですあ今言った通りごめんねえっ、ー、とねえっ、ー、と第3回から第6回というのは、えー、と時系列の、えー、と今のレジュメっていうのは理論編の話で実際に問題簡単な問題使ってやってみましょうっていうのは実践編で、えー、と時系列だけじゃなくて侵外系もあるよっていうことで3回から6回までやる でこれが全部分かれば、一種法の類似判断、もう怖いもんないです。過去も全部解けます。で持ってると過去もない問題も全部自分で解けます。さっき言った法則が分かれば、はい。で、第7回なんですけど、第7回は、えー、ちょっと緩やかな話になって、えー、と判例です、えーと。宮口先生の再、えー、と判例道場かな、お盆講座であったと思います。あれ えっと、取ったんだと取られたと思いますけどぜ取ってくださいねあれはねであの判例は特許から、えっと、多分著作前全部やってるのかなでここで扱うのは「えー、判例マスター45」って書いてあると45ですで論文に特化しているので、えー、論文にまあよく出てくる基本っていうのかな受かる必要あったら完璧に書いてくる 45判例挙げてますで、まあ、これは特異の9番目に挙げてるインクタンク事件ってやつなんですけどね、えーとまあ、こんなふうに説明していきますが皆さんに何がここで言いたいかというとあの判例道道場場は判判例例でですすごく大事なんです判例の背景からじゃあどういう判事がされたのかっていうとこまで全部わか理解してもらうっていうのが道場の目的なんですでそれは必要なんです。 特に実務入ってからもでただ便利、えー、と論文試験を考えたときにあのイメージだけあってその場でまとめて書こうしても書けないんですよ。言ってしまえば論文用にも準備しておかななきゃいけないけですよで。先ほどの第1回と同じようにだらだら書いてられませんからできるだけ短くしかし減点されないもうベストな書き方ってどうなんだろう ってことですでインクタンク事件の場合はこれだってことですこれを一言一句間違いなく書けるようにしてくださいねって話です45あるんで別にあの1日で全部覚えるじゃありませんだから論文試験まであと何ヶ月あるんですかちゃんと割ってスケジューリングしてやっていけばいいでしょって話ですね、はい、でインクタンクも最近出たのかな確かねであのー 私受験時代もあの宮城先生のああいう判例の,の道場があったんですけどあのこういうふうにまとめてくれてる先生がいなかったんで受験時代自分はエクセルに判例をまとめてったんですよで出題されるたんびに、えっと、ベストな答案さっき言ったように短くし、えー、でも点数を落とさないベストな答案っていうのをこう試行錯誤して作ってって、えー、まあ今それがレジュメ化されたって感じですね、はい、受験時代自分でやってたって感じです まあ自分でやるのは一番覚えるんですけど時間もかかるんでえまあこうやって渡したほうがいいかなというところですね。もちろん7番はインクタンクはね実務やってない方は特にあの何を言ってるかわからないっていう判例らしいんでみたいなんでえとあの解説をしているのがこっちの右側のページになりますねはいさあ第8回と第9回。 8、9は、えー、担当イやよです。で、理論と実践ということで、えー、とちょっと横になっちゃってますが、えー、とこれはですね、えー、理論編のおレジュメの1ページって感じかな、イエよシリーズの、イエよシリーズは全4ページ、こういうスライドが4ページ、で実案4パチも4ページあります。 ただかぶってるとこは特異やよの方を理解すれば同じなんで実案の方はあんまり触れません実案得意なとこは触れますけどイヤ、えっと、よの方をきちんとやってくればつまり最初の4ページやってくればう後ろの4ページももうほぼ分かると理解できるっていう流れでやってますでそのうちの1ページになるわけですがえっと、まあ あ,あそうですかって話なんだけどみんないやよもまだあんまり詳しく分かってないかもしれないけどね PCT 国際出願っていうのがされるわけですよねでそれが、えっと、日本語の場合は日本語特許出願って言って、えっと、外国語でされてるつまり例えば英語だとかアラビア語でされてる場合は外国語特許出願っていうわけですよねでそれによっていろいろ翻訳文がいるとかいらないとかっていう話になっていくわけですよはい、で 日本国内移行っていうのがありますよね。で、私はあの実務やってるので、日本移行っていう言葉を使うことにしてます。なぜかというと、米国移行とか中国移行とかイスラエル移行とかイラン移行とかブラジル移行とかいろいろやるんで、国内移行ってどこの国じゃっていうなっちゃうんで実務上は私は日本移行って言ってますね。で、イエオシリーズっていうのは日本に入ってくる話です。あの日本に入ってこないと。 日本国の便利試験にならないんで日本に入ってくるっていう側面だけをやってますね。でえとちょっとこれもねよいしょはいイヤイヤがよく分かってない人のためにねこういう絵を見せてるんですよ例えば日本人が PCT 出願しましたと。 ね、で知財やってる方国際,国際公開で WO とかっていう文字がつくのご存知ですよねでそれが例えば US に移行したりニュージーランド行ったりオーストラリア行ったり中国行ったりカナダ行ったりするわけですよ韓国行ったりするわけですよでそのうち日本に入ってくるこの JP 以降日本以降っていうところがイエヨシリーズなんですよ、まあ、4発シリーズでもいいけどということはイエヨシリーズみたいなものが各国にあるんですよ で韓国不特許法をご存知の方、韓国不特許法って日本語不特許法にすごく似てますよね肉のにとかイヤヨもで韓国のイヤヨあ日本のイヤヨシリーズが韓国で何条かっていうと確かイヤヨシリーズなんですよあっちも、うん、だから同じような規定があるんですよ韓国語翻訳文出せみたいなだこういうふうな世界的にこういうふうになってるうちのこの部分をイヤヨシリーズは規定してるす 出ててくる時は国際出願法法いう法律でやってますで日本から出願すれば普通日本語なんで日本語特許出願で入ってくるんですよ。だけど US の人は普通英語で書くんで英語で出して日本に入ってくるから普通は外国語特許出願になりますよねだから日本語翻訳文出せってなるわけですよ。中国だったら中国語で出されて日本語の翻訳文出せってなるわけですよ。こういうふうな あの世界的な視点を持ってそのうちのここを見てるんだっていうのが分かるだけでもイエオシリーズの理解は全然格段に違うはずです、はい、で話戻ると,、はいまあそえー、と日本以降の話で、えー、とちょっと色を塗っておこうか、はい、日本語特許出願の場合の日本以降とオレンジにしましょうか外国語特許出願の場合の日本以降っていうのは手続きが違うよと。 で日本以降なんていうのは書と手を出しゃいいわけだ。書と手を出しゃいいわけだ。書と手。俺えー、ピンクにしとこうか、書と手。ねえ、あほでもわかりますが、書と手ね。で、えー、とここが意外にありかもしれない。書と手出さないとどうなるんだって言ったら青にしとこうか、不定質あとね、補正命令なんですよ。なんだ、同じ補正命令ですかって言っても、これ、5が違うんですよ。1号と5号なんですよ。で、その後それでも対応しなかったらどうなるのかっていうと、出願却下なんですよ。 でここは、ね、条文同じなんですよ、3個。いやよの5第3個日本語特許出願は簡単すぎてあまり問題出ないんです。だから、外国こっちが出るんですよ、よくこっちはみ。見てください、全然ボリューム違うでしょ。で外国の場合は、えっと、書と手と本っていうのがいる,いるわけですよ。書手本です書手本、ね。で、書手は、えっと、やっぱり同じなんですよ。補正命令、出願客観で。 補正命令出願却でしょで条文も同じなんですよ。で面倒くさいな翻訳文なんいやいやしかもなんか翻訳文特例機関とかっていうわけわかんないのであるわけでしかもどれを出したあれを出したでなんか規定が違うわけですよ。っていうところを今やりませんけどあの図示して。 えー、全部書いてます、19条補正した場合どうなんのなんていうふうふに言われて、もうここ、すごいみんな答え、あの答え理解してないんですけど、簡単なんですよ、あの変えてなのか、さらになのか、この2点に着目すれば全部問題解けるんですよ。とかね、あとありますね、これね、はい、これです、はい、ここに聞いたら、多分答えられる人一人もいないかもしれない、国内処理基準を定義ってください国内処理基値を定義言ってください。 言えますか国内処理基準時の定義言ってくださいはい簡単に言いますよ簡単に言いますよ PC って国際出願しますよね日本以降いつかしなきゃいけないですよねいつまで済んのかって優先日から2年6か月だ30か月、ね、で優先日って何かっていうとあのここに定義がありますから2年6か月 何もいでだら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 時間が過ぎたらだらだらだら何もしないでぐだらぐだらやって2年6か月経ちましたって言ったらこれは国内証明提出期間満了時なんでこれがイコール国内書類基準時なんですよ簡単でしょでもその前にどっかで審査請求したって言ったらそこが国内書類基準時なんですよそれだけの話 そう聞くとあ,あなんだそれだけかって言うかもしれないけど国内処理基準あごめんなさい審査請求をするためにはあの普通の国内4 8 4三みたいにやりゃいいだけじゃないんですよ。いやヨの17っていう規定があるでしょ。いやヨの17の手続きを踏んでないと審査請求できないんで結局国内処理基準時って言った時にいやヨの17の規定も分かってなきゃいけないんですよ。で実際本編で話しますけどいやヨシリーズっていやヨの3から20までありますけど。 単発ででで条文を覚えてていっても解くことができないです複雑に全部絡み合ってるんでこことここを合わせ技でこうなってるみたいになってるんでこういうふうに全体的なこのシステムが分かってないと答えられないからしかもそれが最近論文試験になってるんで、えー、だからあのちゃんとこういうレジュメで基本からやりたいんですよ。でこれやっとけばレジュメやっとけば担当試験全部おつ、えっと、りくるぐらいやってますし。 や,やりますし論文試験も、えー、っと全部対応してますね論文試験の場合はどうかっていうとこのレジュメの右側第10回これいや論文いやよシリーズです最近道場でやってないんだけど前は論文直前講座っていうのでやってたそのうちの抜粋でこのページ何かっていうと今年の論文試験で出たんですよ当然私の道場でやってますこの審査基準見たことあるこれ審査基準ので、ね、これ知らない人いるんだけど 担当試験も論文試験もこの表品質ですよなんで知らないのかなっていうぐらいそのうちの今回真ん中出たんですよ先が,が PCT かな先が国際後が国内っていう実務でもあんまりやらないパターンです一番上はよくやるんですよ基礎出願とにかくさ金もったいないから国内出願で出しておけ優先権も取るためだっつって出してで後の出願で PCT でぜ、えー、世界各国へ羽ばたいていくっていうのはよくやるんですけど逆なんですよ 先が国国後は国内なんてしかもその場合って優先権選選べべるるんんでですよほら国有とパリ有選べるんでしょで今年の論文試験っていうのは、えー、とどっちだっけパリを選ぶんだっけ確かパリを選ぶんでしたっけ国有でしたっけ確かパリ有かなあのちょっと記憶が曖昧になっちゃいましたけどそこまで選んで答えなきゃいけなかったのが今年の問題なんですけどこの表を知らない人はそんなこともできないわけですよ。 あいつものパターンかつって間違って上の方にやって国内優先権とかやって間違っちゃうんですよ。はいでは第10回で第11回、第12回何かというと,、えー、と担当窓プロかな。はい えっと論文窓プロを入れる機会がなくてごめんなさいっていうのが一つただ窓プロ特例はですね担当のこの私のレジュメが分かってば論文も解けますでジュネーブ特例もやってくれっていうのがあるんですがまあ昔やってたんですやってたんですけど枠がないっていうのと,えっと担当窓プロが分かるとジュネーブのが歴史浅いんでえっとジュネーブ特例もできますから窓プロを優先しましたとでこのページねまたこれも横になってんだけど 条文開いてみればわかります68の2から68の39まで見てみてください第1節第2節第3節って3つに大きく分かれてるんですよ第1節はここに書いた通り国,国際登録出願で日本から出ていく出願内外なんて言ったりしますねイメージはこういうこと日本,日本から国際出願をして各国に入っていくって感じですね、まあ、さっきのイアヨシーズの PCT をバーンって打ち上げたって感じですね で第2節はここに挙げてませんけど68の9から68の31ですであれは日本に入ってくる出願です特許で言えばイエロシリーズと同じですね国際商標登録出願と言いますで32以降はセントラータックオン再出願ってやつですで第1節の国際登録出願はなんとこの一ページスライド1枚で終わりですこれ以上の問題出ません 六八の二から、六八の八まで、この一ページにまとめています。で、しかも、あの、本編で聞いてみればわかりますけど。もう、すごく、こう、なですか、規則、ただ、規則があるんで、その規則。なつうのかな。ここが分かれば、他は分かるみたいな、ふうに、喋っていきますから。あの、理解は早いと思いますね。はい。だから、あの。ね、今言っ。 たこともご存知ない方多いんですよ。第一節が国際登録出願、第二二節が国際商標登録出願。第三節がセントアタック後の再出願ってことも知らない人がいて。後日模試とかやるとね。あの国際登録出願について質問しますって言ってるのに。えー、っと六八の二十とかっていう人がいるわけですよ。まあその時点であこの人分かってねやって分かっちゃうわけですよ。もうすごく心証悪いわけ。うん、だから、まずそう、そういうとこから。 あのどうしてもアドプロ特例とかってあのやりたくないっていう皆さん思うらしいんですけど論文試験品質ですからちゃんと担当からやっていきましょうってことですむしろ担当の対策ちゃんとやってば論文は難しくないというところですね でえー、っとそういうことで、マドプロ特例は、えー、っと理論編は今言ったように図を使ってスライドを使って、えー、っと話をしていきますで実践編は、いやいやの実践編もそうですけど、えー、っと平成13年が平成14年までの過去も全部揃えてますで,できるところまで全部さかのぼりますあ昔からやっていくのかなど,どっちかは分からないけどあのやります、はい、でやり残したところも あの生じそうなんで、えー、と私の解説付きのレジュメを渡しますから自習できるというふうな状況にしておきますんでね。はい、ということで、えー、あ6時11分になってしまった <laughs> えと、まあ、その他ここに書いてあることは私は今ここで読み直してもあのあもういいよ自分で読んどくからって言うと思いますんで、えーまあ、適宜読んでなんか分かんないとこあったら言ってください。 えーまあ、毎年、えー、と2019枚しか坂は登ってませんけど、えー、2013ぐらいまでか,なからかなあの私が全員持った人で、えー、必ず一発語学者が出てるというゼミですのでちょっと昔は名前違ったんですけど、あのー、そういうゼミですんで、ね、あのでぜひ、えー、お申し込み検討してくださいというところで、えー、とさ最後これ、これもも,もう一回出してと。と <laughs>、はいはい、ということで、えー 宮口クラス過去入門制も、OK、です、えー、遠方の方もウェブフォローでできますよということなんでえまあご不明点はエルターにお電話くださいというところですじゃあこの後何か質問ありましたらあの受け付けますので、えー、ガイダンスは以上にしたいと思いますはいありがとうございました